今回は、初心者向けと言われている丸の内サディスティックについてお伝えしようと思うんですけども、最初に言っておきます。この動画は全然初心者向けではないです。上級者向けって言っていいんじゃないかなって思いますけども、丸の内サディスティックが弾ける人って一体何をやってんのかみたいなのをちょっと分解していきたいと思ってます。で、この動画撮ってる僕はアコギ歴20年以上のやつとなっております。ということで、早速マルサのイントロですね、ちょっと弾いてみたいと思います。まあ、こんな感じのイントロがあると思うんですけど、ここでは2つのテクニックを使ってますね。カッティングって呼ばれるテクニック。じゃあ、じゃカチャン。これがカッティングですね。で、あとは、まあ、テクニックというかリズムの取り方なんですけども、お馬さんの歩く、パッカパッカみたいな感じでちっちゃい2を入れてます。ズーザッカチャン、ズーザッカチャン、ズーザッカチャン、ズカッツカー、ズーザッカチャン、ズーザッカチャン、ダッダッダーって感じですね。これ口で言える。で、それを再現する、右手でっていうやり方が僕はすごいお勧めしてます。これいろんな弾き方があると思うんですね。例えば別パターンとしたら、3つ目のテクニックとしてミュートが出てきます。このドゥッドゥッっていうのが入ってから、ドゥッドゥッダーダツカツダーツカツドゥッダーツカツドゥッなぜこの曲は非常に上級者向けかなと個人的には思います。簡単コードとか言って、左手はそのコードは弾けたとしても、あの雰囲気をじゃあどうやって出すんってなったら、めっちゃ急にレベルが上がります。報酬は入手後栄光線でってつまらんじゃないですか。だから、あの感じを出そうと思ったら、結局はカッティングだったり跳ねだったりミュート、この辺を意識しないと出せないですね。例えばですけど、報酬は入社コードはなんとなく、使えるようになっても、全然僕的には全然初心者向けじゃないと思います。なんか空も飛べるはずとか、スピッツさんとかあいみょんさんとか、そういう初心者の曲は弾けるんですと。で、なんかもっと、バレエコードとかね、そういうのも分かりますから、もっと次の次元に行きたいみたいな方向けの曲かなと思ってますので、もし今日のね、動画がなんか参考になれば嬉しいなと思ってます。本来このチャンネルはアコギ初心者さん向けとなってますけども、大人気曲「丸の内サディスティック」について今日は僕なりに解説させていただきました。で、このチャンネルではこんな感じで、今ギターの弾き方とかを中心に発信しております。またメルマガやってるんで、アコギ初心者の教科書っていうプレゼントを差し上げてますので、これからアコギやってみたいなっていうような方がいらっしゃったら、ぜひ登録して無料でゲットしてみてください。はい、ということで最後までありがとうございました。アキラでした。